どうも石井館長です。はい、もみです。3月に引き続きましてね、7月、アングラーズグループスタッフを琵琶湖に集めてバスボート研修をやってまいりました。なんか派手なボートいっぱいいますよね。そうなんですよ、ね、もう贅沢極まりないんですけど、まあ、ハイドアップのプロスタッフの皆さんに、ガイドしていただくという。あ、これ吉井さん。そうなの、ヒデオさんに森さん、すごい有名な方いっぱいで、はい、っていう形で、はい、やってますけど、なんか一人この方、あ、これね、あの、この子までっていうのは冗談で、7月からね、あの、琵琶湖でガイドしているあの、ナスビっていう、はい、あの、うちのグループでもバイトしたことあるんですよ、実は。そうそう、はい、でこれがプールは、はい、出る前にこれ森さんがね、スルーダウンショットを用いたスタッカーワイドのこうリグリ方をやってくださったりとかね、これかん、これリグってて、これ完成、これ完成ですね。まあ、あの、夏にめちゃめちゃ効くルアーです。これは夏日は、スライドホールジグに、スタッカーワイド、なんか色合いがあれなんですけど、で、うん、バスキャッチ&アングラーズ肩立てのオリジナルカラーの、ビアコギルというカラーですね。ギルカラー、これもまたね、この日ハマっててね、買っときゃよかったですわ。はい、やっちゃいましたね。やっちゃいました。で、これが出世前、みんなこうワクワクドキドキの、いいね、楽しそうな感じで、はい、感じなんですけどね。実はね、1週間前までね、ボコボコの琵琶湖やったんですけど、これの数日前に、状況一変しまして、祭りあるあるなんですけど一気に厳しくなってるという状況でのスタートです。で、みんなこう各自思い思いの場所にこう、でも、もうそこ、そうなんです、森さん、釣ってんねんな、これ上がってきたら早いっすよ。はい、先ほどやってた、スルーダウンショットを用いたスタッカーワイド、もうめっちゃ言い方、そうなんです、もう、ね、全然実行やな、森さん、さすが、すごい、すごい、はい、違いますね。これは橋口君、まあ、これはスライドホールジグ と、スタッカーワイド、言い方ですよね、これもですね、はい、これも、はい、でこれは多分ナスビってですね、スタッカーワイドツインの、マキキャラをこれを教えてるところです。で、YouTube でね、あの、ちょっと説明も前にあのアップしたと思うんですけど、ちょっとそれを説明してる最中。もうすぐ。で、気になるの、これね。これね、あのね、ほんま苦労してる中ね、これナスビボコボコやったんですよね、実は。はい、で、あ、ちょっとスタッカーワイドツインテールのこれは 2.7、 でヒデオさんはね 2.2 使うみたいなんですけど、 あの 2.7、 まあ比較的大きいのを使わんと、小型、ね、はい、を使って、もう投げて巻いてくる。これツインテール、ツインテール、ツインテールがね、水平にすごい泳ぐんですよ。それが肝ですね。もうめっちゃ理にかなってるなってやってみて思いましたね。でこれはヨネ君てんな、これもいい感じで笑ってますよ。笑ってるな、笑顔するっすよね。はい、もうほんまね、まあ、この時ね、僕はリアク走り回ってる最中だと思うんでね、裏ではこれ笑顔が、後で聞いて、うわ、なんじゃこれみたいな感じ。あ、これがソフトに出てた、はい、使ってて、新刊の方がね、実は、ちょっと軽めで 2.7 と、うん、とか 3.5 ぐらい で、うん、で投げて一旦ボトムにつけて、ウイドの面を一定層に引くだけなんで、すごい簡単、誰がやっても、できる感じです。あ、簡単でいきましょう。はい、まだ笑ってる、まだね、この時はまだあのパターン、スイミングトゥルーパーとヘッドシェイカー5インチのパターンに来てるかな。でも、ただ一時代掲げてますよ、これはね。だそれが効かんくなって、C4 ジグでちょっと泳がして、あの、なんとか食わしたってことなんですよ。まあ、絵のは出てるんですけど、あ、もうまたスイミングでね、ここに至るまで実はめちゃめちゃ苦労して、走り回ってなんとかこれも禁じ手のワーム使って釣ってもらったって形です。やっとって感じだと。はい、で僕もなんとか釣ってるかな。あれでもなんかみんなと違う、いや、まあ、このサイズなんですけどこのサイズ釣るのでもこんな苦労するかっていうのが今の理由です。すごい渋い感じになってますけど、でこれね、一部二部で、二部人を入れ替えて、いってる最中で、あの、一部でちょっとノーフィッシュを食らわしちゃったんで一人で、二部はどうしようかなみたいな、でかいの取ろうかな、うん、取りに行こうかなっていうのをすごい考えて。あ、でも上がってますよ。そうなんですよ、だからもう、それでとりあえずは全員アンダー、ただ、ノーフィッシュを下げて、うん、とりあえずツローローっていうので、はい、やった結果。あ、まあまあ、打ってますよ、うん、ちょっと、可愛らしいサイズなんですけど、まあ、食べようかなーみたいな。食べたかんすよ、でも食べたかんすよ、食べたらダメですよ。なんかちょっとルアー映ってるんで儲かるかな、うん、でこのルアー使って、まあ、なんせ入れ食いです、うん、もうどう言ってんかな、ワンキャスト、ワンヒットなんですよ。でもうどんどん連れていくって形で、やっぱりね、釣りなんで
釣れへんよりも絶対釣れた方が面白いですよ。絶対釣れた方が面白いですよ。はい、それはもちろんですわ。まあ、サイズ運が、まあ、すみません、出ちゃいました。シーフォーリーチっていう、これが、あ、はい、ワームなんですけども、これ入れると、もうほぼほぼ、まあ、折ったら口使ってくれるんで、でこれでもうちょっとしのごかな、みたいな。ちょっとそっち側この時はね、真空は軽いからまだ16分の1使ってるんですけど、例えば軽めの、まあまあまあこれでやってもらって、ね、まあなんかハンバーグ気になってしゃないですけど、ハンバーグこれ T シャツ、ね、ハンバーグでどうみたいな、なんでハンバーグなんですかね、何やろ7日下ちょっと変わった T シャツですね、はい、で僕ナスビ、ナスビ、はい、実は僕食べる方のナスビあんまり好きじゃないというわけで、小ネタ、はい、食べながら、まあ、なんで釣りまくってでもサイズ級でそうなんです。全員釣ったことによってこれができたっていう、うん、巻きやろやってみたんですよ。やってみたで、第一棒終わった時にもうヒデオさんとナスビにもう釣り方聞いてやってみました。うん、で、まあ、いきなりこう結果も出るし、すぐ結果出てる、ね、バイトがすごい多い釣りなんですよね、この釣り。だからやりきれるっていうのと、ただ一点ね、ヒデオさん後で言ってよっていうのが、バイトあっても合わせたらあかんのです。僕らもう分からんから合わせまくってて、まあこの1本やったな、今思ったら惜しいなっていう、まあまあでも2日目はね、これが生きたなみたいな、軽い、はい、僕はもうこれあと2人に釣ってもらおうかなと思って2日目の用意してます。でウルトラ X で固定してあそこがだからゆっくりできる、はい、形を取ってます。でもサイズいいのもそうなんです。これね、実はシーフォーリーチ。あれさっき数釣り言ってた。そうなんです。でもそれでも、ちゃんとでかいのにいるとこでアプローチするとでっかいの釣れるという見本ですね。だからもう一袋絶対持ってたらノーフィッシュも防げるしでかいのも狙えるという、そのままの魔法のワーム最終手段ですね。はい、で最後にこう、はい、ベロースティックのライトデッキ作戦サイズアップ狙って1本アングラスタンダーを狙おうと思って、はい、もうこれで、初日終わりなんです。ただね、2日目がもう肥料さんがやるんかっていうぐらいの風速11メートル、絶対やったらあかんでしょ、はい、ビビるようなやつだったんですけど、なんせ、まあ、2日目また楽しみにしておいてください、はい、はい、では続く